お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらの 1.9 バレルねやっていきたいなと思います。というわけでちょっとね久々に遊んでみようかなという感じ。最近こう結構テンプレデッキとかばっか紹介してたんでね、今日はお遊び動画と、まあ、いうわけで、あの LSP がね出たことによってデッキに1コスト4枚ね入れれるんですよ。まあ、なので、こう、バレルとか、まあ、なんでもいいんですけど、1枚割いて、その後、こう、1コス4枚ね、パパパって割くだけで、こう、もう1回ね、攻めれるというところで、超高回転バレルで、もう無限に攻めてやろうというようなデッキになっております。で、なんかミラーとかを入れれば、なんかもっと平均コスト下げれるんですよね。1.4 ぐらい多分頑張ればいける。まあ、バレル入ってたら 1.4 はさすがにきついかもしれないんですけど、まあ、めっちゃ高回転デッキがいろいろ作れるようになったんですよね。LSP のおかげで。まあ、なので、ちょっと今日はバレルなんですけど、なんか他の YouTuber かな、焼き鳥とかは、ホグかな、なんか高回転ホグみたいな、やってたりしたんで、まあ、ちょっといろいろね、なんかバルーンとか、まあ、なんかウォールブレイカーとか、いろいろちょっと高回転のね、まあ、楽しそうかなと思い、まあ、今日は今回バレルでやっていきます。そう、デッキがね、ちょっと崩れちゃうんですよね。この、ナイトとかフキアとか入れれないと、さすがにこれがミラーとレイジとかだったら守れないじゃないですか。さすがに。さすがに守れないですね。まあ、なので、ほどほどにね。ほどほどに。よいしょ。で、相手は今回、いや、痛えな。小銃ババとファイアブですね。で、地味にこの横のね、バレル。ああ、いいですね。目がいい。ファイボタルババのエレキ工場ですね。小銃ババでファイボデッキっていうのがちょっと珍しいですね。で、まあ、とりあえず1コストか割いて攻めたいんですか、回したいんですけども、LSP 適当に割いちゃうとキング起動されて、このデッキでキング起動されるとさすがにきついので、ちょっと気をつけてね、やっていきたいですね。で、ちょっと相手が思ってログイログイ、多分初めによろしくって挨拶してくれてたんですけど、僕がよろしくって言えてなかったので、よろしくの挨拶をしていきます。で、多分回転が僕早くて、タルババ回ってないですね、これに。防衛ファイアブとかもしっかり。これで回ったのか。おい。というわけで、次ですね。僕の次のゴブリンバレルには、まあ、防衛ファイアブか、まあ、ユニットで攻め、ユニットでまあ、守ってくるよねというところなので、まあ、縦プラスのゴブリンバレルの形を作って、ダメージ稼いでいきたいですね、僕としては。さあ、どうしようかな。なんか、回転、どう頑張っても速くなるんで、ちょっと難しいですね。さあ、で、ワンチャンファイアブ打たれるかな。よいしょ。これもね、1コス。意外とこの LSP とかスケとか結構優秀ですよね。こう見ると。で、なんならこれ LSP に乗せてあげて、復帰をちょっとね、延命したい。これ、ババの一発とかをね、抑えていきます。さあ。やばい。やばい。気合でね。気合で耐えます。OKOKOK。耐えた。で、もう一緒。バレルとはもっとね、頑張れば早く回せますね。よしよしよし。じゃ、これ、吹き矢が反応しますね。いや、めっちゃいい。めっちゃいい。で、これで、またバレルが回ってるんですよ。まあ、相手も、いや、ゴブリンバレル早すぎやんって多分困ると思うんですけど、僕も困るんですよね。攻める側がちょっとね、大変っていう、またちょっと新しいデッキですね。普通、防衛側が大変なんですけど、こういうのも LSP が結構強いんですよ。で、守ってる間にバレルで攻めて、タルババが回ってない。オッケーオッケー。で、謎に、まあ、ヒースピとか添えてあげればいいかな。いや、いい。無限吹き矢ですね。ファイボタルなので、まあ、ファイボでしか相手はこれを突破できないっていうね、ところで。さあ、僕なんか左横に投げがちですね。相手がタルババだと、結構ずれるんですよ。定位置じゃなくて、ちょっと横にずらすと、バレルを、タルババを横にずらさないとね、ちゃんと守れないんですけど。相手が毎回見てますね、しっかり。で、今回逆にしますね。これ、多分防衛ファイボとかしないと、回ってないんですよね。ああ、防衛ファイブしましたね。さあ、でもこうなると、また僕のね、一生僕のペースという感じで、ここにさ、タルババを使え、今回は逆側にね、よいしょ。さあ、タルババ、ファイボタルで一生耐えられる。さてはやばい。さてやばいけど、僕も、ナイトが結構優秀でね、耐えれますね。さあ、ここ。ここね、内側に行くよと。交互にバレルを投げるだけで、一生通らねえ。ちょっと待って。一生通らねえな。これは、いや、回転早い。ここで単体バレルでいいな。単体バレルして、ファイボ防衛がワンチャン、タルババ防衛か。逆をちょっと攻めていきますね。もう僕は、もう勝ちたいんで、
自分がちょっと攻めてタワー落としに行っちゃいますね。いや、ちょっとやばい。攻めることによってピンチになる。やばいやばい。あ、でも入ってる。おい、ナイス！来た。これ、グッドゲームですね。これはね、マジで。可能性しかない。本当に。ゴレーとかだったら、さすがに止まんないかな。ラバーには全然勝てそうですね。なんなら、吹き矢、LSP、ISP、なんかまあ、スケヒースピで。また、吹き矢、LSP、ISP、LSP、ISP で、意外と勝てそうな気がします。いや、わかんない。やったらボコボコにされるかもしれないんですけど、とりあえず1コスでめっちゃ攻めます。近起動されたらちょっと悩ますね。いや、OK、ダメージでかい。で、あ、ボンバー、まあ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 。さあ、エリゴレとかの方が止まんないっすね。ラバーはまだ可能性があって、ゴレはね、結構積んでますね。ゴレとエリゴレ系はちょっと溶かしきれないかもしれないですね。もしかしたら。これ逆攻めるんすけど、ちょっと怖いな。もう吹き矢とかで早めに溶かしたいですね。で、なんならこれ、多分1コス勢めっちゃ活躍しますよ。これ。やって、俺の吹き矢これ生きてほしいな。いや、爆破避けそうだな、これ。いやいい、めっちゃいい、めっちゃいい。しかも、生きて、このままダメージ与えてくれる。いや、今回、キョスケクローンとか、まあ、キョスケダクネ、ナイト、ボンバー、うん、まあ、クローンとか、ホグとか、スケラとか、まあ、なんかわかんないですね。考えるだけ無駄か。とりあえず、まあ、バレル飛ばしますね。で、このバレルからの、1コス4枚で次のバレルが打てると。まあ、エレキとかいるので、まあ、1コス4枚で守ってもいいのか。キング起動されちゃいましたね。さあ、とりあえずね。これで、もうこれで回るんでね。はい、さすがに早すぎ。相手もびっくりだけど、俺もびっくり。さあ、いやでもキング起動ちょっと痛いですね。まあ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 、言うて。もう1000まで削っちまえばこっちのもんって感じですね。あとはウッドがあるんで、ウッドって強いんですよね、これ。2コスで、72かな、削れるんで、あと1000なんで、ウッド10回じゃ足りねえな、15回ぐらいで、多分削り切れますね。気持ちウッド15回。で、ちょっと端前止めとくと、もしバルーンとかスケラとかがね、来てもそうですね。止まりやすいっていうので、端前止めてあげて、いや、いい。え、めっちゃいい防衛してる。なんかしかも吹き矢来てるし。で、回転が早いので。で、ここに、延命したかったんですけど、ボンバーがちょっと厄介ですね。チェーンして。いや、いい。チェーンしたら、ワンチャル。いや、神の、俺の神の防衛が全然だった。いや、でもいい。これは来ましたね。ワンチャン勝てますよ。これ、また同じですね。キョスケを陣地に入れちゃうと、タゲ取られちゃうんで、入れないようにして、ここでもう溶かして、まあちょっとバレルね、攻めたりとかして、まあ一定な、ちょっとやばいですね。気持ちちょっとやばいけど、これまたもう止めてあげるか、急いで溶かします。で、ボンバーの爆破が当たんない位置にスケとか出して、よしよしよし。いや、いい。高回転吹き上げしてますね。で、バレル飛ばして、で、これちょっと吹き矢出してあげたいな。吹き矢出してあげつつ、このね、LSP ね。LSP。いや、LSP が強い。多分。やばい。待って、俺のボンバー行かれる。いや、雪玉使った。いや、これはね、行け！俺のレスピ走れ。トルネード棒、いや、ピピピピピー！はい、ナイス、グッドゲーム。いや、レスピちょっと優秀ですね。アイスピだったら、まあなんか、最後の決め手ね。まあどうだろうな。まあ、アイスピとエレスピがあることによって、結構防衛がね、できちゃいますね。いや、でけえ！これちょっとラバー引きたいですね、ラバー。ラバルは、きついかな。ラバ掘り？だからラバーとちょっと対戦したいですね。あ、ゴレ来ちゃったよ。一番呼んでないやつが来ちゃいましたね。で、これは、まあ、防衛しつつ攻めなきゃいけないんですけど、この攻めがね、何とも言えないっすよね。本当にまず頑張って防衛するしかないんで、一旦頑張ります。一旦頑張って、この間にできるだけ溶かして、ウッドとLSPの活躍量次第って感じっすかね、マジで。よいしょ。やばい。オッケーオッケー。吹き矢を絶対的に残さないといけない。よしよしよし。よし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 。オッケーオッケーオッケー。いや、めっちゃいい防衛した。いや、防衛はしたんですけど、今回相手がウッドだったんですよ、多分。ウッドで、ウッドが当たるか覚えてないんですけど、があって、削んないといけないので、守れることは分かりましたね。今ので守れることは分かったけど、全コス最低の防衛でこれなんで、
いやーこれやばいかな。一回バレル飛ばしてトリトンぐらいあればうっとしてこない。まさか。ちょっと待ってください。あーお兄さん、これやばいっすね。これ守れるかな。いやさすがに攻めウッドやばいっすね。これ攻めウッドがやばいが、頑張れば溶かせそう。でもスケーまで大事になってきますね。ちょっとおー、なんか逆サイ来た。いやいい、いやいい、いやこれ全然勝てる、全然勝てる。なんならいやちょっとだけやばい、勝てるとか言ってる場合じゃねえ。やばピピピピピピ、いやいやいや、めっちゃいい、めっちゃいい。これナイトつけてけど間に合わないですね。1個置きます。いやこれはマジで 2-1 で勝てますね。あの多分1個次ゴレ出されたら守れないんですけど、 2-1 なら全然勝てますね。まあ、なので次ゴレ来た瞬間フルぶっぱします。こっちか、こっち来て、こっちにも行きつつ、よいしょ。さあさあさあ、ぶっぱして、ぶっぱして、いやいい、そっち折らしてくるのはめっちゃでかい。いや、マジででかい。で、一応ここのスケでゴレをちょっと溶かしに行きつつの、このウッドとエレスピで、ちょっとあの、光栄をね、オッケーオッケーオッケー、地味に削っていく。で、なんならこれ、キングですね。僕が気をつけなきゃいけないのは、キングに行かれることなんで、いやこれはスケでいいな。エレスピとキング行かれなきゃいいんですね。いやビリビリ大事だな、ビリビリ。あ、この吹き矢が行かれたら終わるとこでしたね。やべやべ、ちょっと待って、ちょっと待って。いやめっちゃいい感じなんだから、ちょっと邪魔せんで、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 邪魔せんで。いや耐えろ、耐えて、マジで耐えて。いや耐えた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 ぞ。いやいい、待って、端前。あ、置いて、やってる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 、間違えてるユニットとなんか。いや来た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 、いけいけいけ、ぶっぱぶっぱぶっぱ、来たー、やば。ちょっと待って、涙出てきた嬉しすぎたかもしれない。いやこれはね、これはですよ、マジででかいですよ。あの相手のトロフィーとかそういうのは全然してないですけど、単純にゴーレムに勝てるっていうのは奇跡までありますからね。さあもう序盤からガンガン攻めていきます。なんならあとこの3枚使えば僕あのバレルが回るんだよね。さあ、LSP 通る。ISP は通るかチャレンジ。あー、ISP 通んない。ヒースピ、あ、これオリック高いですね。ごめんなさい。お、あれ高くない。ヒースピされたら隅っこからだったらいける。さあ、いいですね。で、まあ、スケで回って、一応キング起動警戒に出すけど、これトルネでキング起動されます、ね。さあ、3が5。いや、いいですね。で、吹き矢からの、まあ、残り3枚で、まあ、回るというような感じですね。いやこれも鬼回します、鬼回します。でここの復帰は延命しないといけないですね。 OKOK、OK OK、でアイスピとアイスピで耐えれる。うわ来た、やばいやばいやばい、さすがに神、さすがにこれやばくないですか。復帰や回っちゃいますね。いや今回バルーン引きましたね。これ勝ちてえな。アイスピとエレスピで止めれるんで、しかも復帰やがどんどん回るんで、いや僕としてはこのラバーが一番めんどいですね。まあ、バレルまでやって、一本折っちゃってもいいかもっすね、これ。いや、いいな。いや、でけえ。これ折れるのマジででけえっすね。で、まあ、復帰は出して、まあ、ディガー来たらガチで延命しますね。ああ、ファイボーだったらまあいい。ファイボーはファイボーでいい。で、ヒースピこれ、鬼活躍しないっすね、これ。まあ、なので、鶴要因ぐらいでね、使ってあげて、で、これなぁ、ちょっと吹き矢でワンチャン耐えれないので、攻めます。ここで一回攻めて、よいしょ、一本取られるものの、オッケーオッケー。いやーこれ吹き矢行かれたらやべえ。吹き矢爆破避けてくんねえかな、これ。自分から突っ込むか、お前。ああ、優秀。これでかいですね。で、この吹き矢とかちょっと残しちゃおうかな。で、あれが来るんですね。3が5。3が5。いや、勝てるんじゃ、いや、勝てねえのか。ああ、これちょっと良くないですね。で、まあまあまあ、吹き矢を一生出し続けるですね。吹き矢は回ってきたら出す、回ってきたら出すを徹底してあげたら、でかいですね。全然ありますね。で、こうちょっと真ん中目ぐらいで回してあげて、いや、これな、ナイトまで一回ちょっと悩みますけど。よしよしよし。あ、もう一個欲しいな。いや、もう一個欲しかったな。ミスったな。いや、これやばいかな。ワンチャン、いや、ワンチャン耐えれそう。アイスピとエレスピと、もう一個だ。もう一個欲しい、もう一個欲しい、もう一個欲しい。もう一個欲しい。
もう一個欲しい。いや、相手がザップで、いや、やばいやばい。吹き矢、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 吹き矢だけはダメ、吹き矢だけはダメって言ってんでしょ。やばい、耐えた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 。さあ、これ、ナイトバレルで、縦線来るんで、ウッドですね、これ。で、ヒースピで回復してあげて、いや、ワンチャンある、マジでワンチャンある。で、ビリビリで、感電。なんならバレル回った。よっきょっきょ、でかい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 。で、一応真ん中バレル。やばい、一発しか行ってない。一発しか行ってない。これ守れないんだ、もう行くしかないですね。僕、で、こいつで時間稼ぎぐらいならできる。いや、頼む、頼む。なあ、負けた、くそ。ちょっと待って、最悪だ、これ。絶対行けましたよね、今の。うわ、勝てたと思った。これね、これ勝てたらやばいっすけどね。いやーちょっと悔しいですけど、ちょっと勝てそうでしたね、これ。定位置でよかったかな。まあまあ、そんな感じで、ちょっと。まあ、最後負けたの悔やまれるんですけど、結構楽しいですね。まあ、またちょっとこう、バレルのね、まあメインの枠っていうんですか、主軸の枠をまた変えたのもね、出そうと思うので、ぜひね、皆さんぜひ使ってみてくださいというわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントともよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。